僕の体はこの時もう壊れ始めていた。僕の時間はこの時止まろうとしていた。僕の青色の世界は黒色に変わろうとしていた。おい、なんでそんなに CLP やったかんだ。 MRI とのレントゲンから連絡して。はい、はい、車椅子以外では移動する距離が限定されると思います。深澤源治さんの病名をですね、検査したところによると。では私たちでカリキュラムを決めていきます。では電子カルテの方をリハビリステーション課に送っていただけますか。あの時の僕はまさか自分があんな人生を送るとは思ってもいなかった。青い世界にいた僕はどうして黒い世界に紛れ込んでしまったのだろう。毎日夜と朝抗菌剤の投与をします。お金もらえるようになってもみっちゃん全然楽しそうじゃないよ。先生の OK が出たら家に返してあげましょう。あの桜の花が咲き始めた頃のやつでしょ。綺麗だったよな。やっぱりクールブルーは最高だよ。そっか、じゃあまた一緒にやれるんだね。あ、ここだ。今から35歳の時が来る。この日は幸せな誕生日になるのか、それともなんだよ。いつも一番じゃないと嫌だって源ちゃんにしてはさ。あなたにも支えてくれる人はいますか？